めっちゃ踊りたいとかはないですけど、なんか音楽聴いて乗るとかはありますけど、ハマっていること散歩にハマっています。歩いていたい常にっていうのと、食べ物はヨーグルトが好きです。毎日食べてるのはヨーグルトですね。ダンスを始めたのは覚えていなくて、気づいたら幼稚園の時から習っていました。本格的にお芝居をしたいと思ったのは高校3年生で、それこそ岡山真似さんとご一緒させていただいたのがきっかけで、まあ、基本的に負けず嫌いな性格なので、隣に並んでいて恥ずかしいと思って、悔しいもあったのかもしれないですけど、恥ずかしかったのがきっかけで、もっともっと女優として恥ずかしくない自分でいたいなっていうのを感じたのがきっかけでした。私よりも精神年齢が大人な人、多分子供って思っちゃった時点でもダメかもしれないので、大人な人で、あとは追いかける夢がある人、夢を持ってる人が魅力的だなってすごい思います。あと美味しいご飯が好きな人がいいです。たくさん寝たいので朝なので何時までには起きるねって、例えば12時までには起きるので、それまでに起きたら連絡をします、まずとそれでそこから私の食べたいものを食べるというデートがしたいです。前日とかに決めずに、もうその日の気分で起きてこれが食べたい、じゃあどっか行きましょうがいいです。生きてるだけで愛とか、あとラっていうカタカナのラの映画があるんですけど、その作品はすごい好きです。踊ってみた、欲しいもっこご当地アイドルチャチャっと踊ってくれませんか。その時焼肉を食べてたんですよお姉ちゃんさんと一緒に焼肉を食べていて、お姉ちゃんさんに連絡かかってきて、決まりましたってなった瞬間の美味しさは半端なかったですね。お肉のお肉がすごく美味しく感じました。理由を深く聞きます。まず理由を聞いて、それが納得のいくものであれば、そうだね、仕方ないね、それはってなりますけど、もし理不尽な内容とかだったりしたら、私の意見をとことん聞いてもらいますね。親子の絆もそうですし、こうまあ社会で働く人の気持ちも映っていますし、学生の独特の雰囲気とかもすごく映っている映画だと思うので、どの世代でも楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。ぜひ劇場でご覧ください。